パッケージキットとは、多数のパッケージ管理システムに対して、質の高いフロントエンドを提供することを目指したソフトウェアのことである。GNU General Public License の下で提供されている。クロスプラットフォームを謳っているが、実際には FREEDESKTOP.org による、相互運用性の規定に従った各種 Linux Distribution が最大のターゲットである。 プロセス間通信、あるいは特権の必要な作業を処理するときは D バスやポラッシュキットを使用する。リチャード・ヒューズによって作成され、2007年にブログで初めて提供された。現在は小規模なチームによって開発が続けられている。フェドラが初めてヤムのための標準のフロントエンドとしてバージョン9で採用した。パキジキット自体はパキジキトドと呼ばれるデーモンであり、 異なるシステム間の相違点をまとめる。リブパッキジキットと呼ばれるライブラリーは他のプログラムがパッキジキットと連携して動作することを可能にしている。パッキジキットが利用可能なパッケージ管理システムは以下の通りである。ありがとうございます。